ボンジョールのゆっくり霊夢だよ。ボナセイラゆっくりマリサだよ。なんか映像おかしくない？全然戦ってないのにいきなり死亡シーンから入るとか。てか左上のマップ見ると緑のアイコンで埋め尽くされているけど、あんた今日は何色よ？白だよ。右下のマップにある位置に拠点が配置されたんだけど、今日の対戦相手の紹介をする暇がないほど動画の尺が短いよ。全然話がわからないんだけど、とりあえず今日の対戦相手を教えなさいよ。黄色のレオパード3と緑のフランキー3だよ。この圧倒的強さの上位ギルドでフランキー3なんてとこあったっけ？あ、ごめんごめん、リリーさんだよ。リリー、フランキーからのネタね。すげえわかりづらいけど。てか今回は解説も何もないよ。暴力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 、圧倒的力の差に何もできず、バリケード開始1分でほとんど破壊されてしまったよ。暖房疑われるほど早いな。しかも拠点に関しては3分で落ちたよ。もちろん全部フル強化した上でだ。ちなみにもう一つの黄色のギルドに関しても同様に速攻落ちていたからね。これ動画にできるの？映像ではただただ死んでくだけの映像で何も見せれないから、私たちが遠くで繋ぐ以外は何もないよ。新しい動画のスタイルだな。でもこれでは失礼だから少しは説明をしていくよ。元メディアサーバーの王者リリー、サンメディア時代では頭一つ抜けた存在。もちろんサーバー統合後も向上線を取っているよ。現在ギルドランキングでは全体でも3位に入る超大手ベディル3欠の一つになるよ。強いのは分かったけど解説はないの？この状況で解説も何もないんだけど、とりあえず参加人数の多さにびっくりしたね。自拠点なのに敵拠点と間違えるほど拠点周りに緑のギル面に覆われているよ。強い上に参加率も高いとなると、これは手の施しようがなくなるわね。体感で言うと70人ぐらいギルメンが入れるようになってんじゃねって感じだったからね。しかも開幕と同時に河川とバフを速攻で抑えるあたり、拠点戦慣れしているのが伺えるよ。そして手も抜かずに河川と兵隊による蹂躙トップギルドの立ち振る舞いだったね。そんなわけでもう一つの黄色のギルドの人には一度も会うことなくこの拠点戦は終わったよ。本当に取れたかも減ったくりもないじゃない。死ぬシーンが多いのはいつものことだけど、これじゃリスキルされているようなもんだし、復活後の無敵時間なんてあるの？って感じになっているじゃない。でもこれはもうどうしようもなかったよ。敵の家紋名が表示されるたびに見たことある名前しかなかったからね。毎日惨事を送っているランカーさんたちね。ってことで、あとはこんなに早く拠点壊せるんだって感じで動画を見てほしいので。終わったな。ああ終わったな。これがトップギルドの強さだぜ。では、また、アリーベデルチ。